するじゃろう。こいつにな、こいつを乗せるんじゃ。この首欲しい。なにぃ、なにぃ、これでな、死ぬじゃろ。レオニダスが出てくるじゃろ。ここストレオニダスの誕生じゃ。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。プラス破壊できなくなるけど消滅はできるし、あ、そっか、選択できなくするのか。それでそうっす。鎧着せて、鎧着せた上で能力選択できない、だからランダムでしか破壊できない、ランダム破壊も効かない、ランダムの選択、ランダムいや消滅しか食らわないっていう選択肢しか相手にしか残らないっていうやつついにするっていう、もう事実上突破するのが過酷。偶然さんがその後いいですかって、いいですよもちろん。了解、じゃあチェンジ。アンリミアでーブータンですね、お客様。さあ僕の手札の右側2枚が筋肉隆々でやばいことになっております。筋肉もりもりマッチマンの体ですね。狙うぞ、はいはい。ほらミュウちゃん、ナイフとかミュウちゃん、戦の結び我が剣にてはすげえ使いたくねえけど、進化数稼がれるなこれ。あ、もうこの影光嫌だー、もうそんなはずじゃなかったのにー。そがくそが、マジでくそ、マジでくそ。おら死ぬ、お、確かにこの覚悟は鎧に勝るんや。シンクの炎、怯えた矢は生くらなんやで。いやー全然そう、やめてくれ。みゆちゃんダメよ。エイリンさん勘弁してほしいんでござるよ。やめて。さあ構えなよ。さあ構えなよ。もっとお姉ちゃんになったよ。もっとお姉ちゃんになったよ。お姉ちゃんになったよ。いらないからとりあえず無駄打ち。こうするじゃろう。こいつにな、こいつを乗せるんじゃ。この首欲しい。なにぃ、なにぃ、これでな、死ぬじゃろ。レオニダスが出てくるじゃろ。ここストレオニダスの誕生じゃ。なにぃ。さあどうする、5ターン目に7、8が並んでいるぞ。なにぃ、これ さっきのは抜刀ディオのやつなんやけど、今回は抜刀レオニダスですね。なお、バニー&バロンを添えて。なに、もうここからずっと俺のターンやからな。やべえ、レオニー来た、やばいよ。いや一瞬ロイヤルやからワンチャンオクトリスってやったけど、今の環境でオクトリス使うやつはいねえからな。なに、嘘だろ。え、さっき言ったろ、1ターン目にさスペルカード使った時にな、右側2枚筋肉ムキムキマッチョマンの変態があって、そういうことだ。5ターン目に筋肉取るのって必殺くらいやもんな。俺もこいつしかねえよ。もってこういう攻撃する前に俺死ぬんじゃね。筋肉もりもりマッチョマンの取れるけど俺進化拳使いたくねえんだよな。あ、それ死んだやつや。
死ねーってけ。やりたいことがどんどん溶けてきて今回も俺がやりたいことできてしまったな。やべえ、待ってやばい、すごいでしょ、5ターン目にレモニー出てくるんだよ何それ頂点を背負う、ガルル。ただね、ここでペインレス侍出したことを若干後悔はしている。ああ、どうした、聞いてコント欲しいよな、これ。うーん、ちょっとやばいんじゃねえか。あー、いや、いけてるか。必殺持つんかーい。もう一体操術師がいればペインレスも取ることができるね。それができないんですよね。できないからちょっと苦労してるんですよね。マニアックなカードやけど、なんだっけ、あのビレ、なんちゃらのビギー、うー、それもあるんですよ、あ、銀なんですけど、ちょっと待ってな。俺が切り開いた道に続くのだ。はい、大変ありがとうございました。この剣と運命を共にする銀霊の剣よ。ごめん、どこの子も、ごめん、やっぱり強いね。くそこれバカデカ高スタッツのカードを V の効果で出したらすごい強いじゃないかこれはい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます、チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。